ブルーベリーかな。それザクロじゃない。いや、このブルーベリーをよく食べてた。うん、ザクロがあったからザクロを。え、すごい、人工甘味料不使用、人工か、人工高か不使用、果汁使用だって。すげえ、めっちゃ高いよ。カロリー326キロカロリーもある。これ全部食べたら、うまい。これ大好きなの。これの、うん、ブルーベリー、あ、人工甘味料じゃないよ、人工着色料や、間違えた。よく食べるの。これはザクロがあって、そちらを もらって帰りました。ザクロめっちゃ美味しい。なんか昔ザクロ食べよったんやけどな、もう食べきれないか分からんけど、なんか ASMR にめっちゃ向いとろうとするよな。ね、だし、なんか集合体恐怖症の人にはちょっと見れない集合体かも。うち集合体恐怖症やけど、でもめっちゃ美味しい。なんかプチ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 みたいな感じ、グイ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 みたいな感じで、ちっちゃい種が入っとってみたいな。美味しいよね、なんかめっちゃ好きです、個人的に。個人的に美味しいなって思ってます。これはグミっぽい感じになっとるけん、プチプチとかはしてないです。果肉やがドライフルーツになっとるから、めっさ美味しい。ザクロの味はね、あんま感じられない。だってチョコレート強いもん。ザクロ久しく食べてない。うん。うん。甘ザクロの味が分からん。ザクロでも久しく食べてない。もう何年も食べてないよな。うん、小学校とかが最後の気がする。うん、うちもそうやわ。ばあばが食べるって割ってくれて、うん、ポロポロポロって、それな、お皿出して食べてた。懐かしい、ザクロさん美味しいよね。もう20年はいいっすか、15年ぐらい前の話ですね。あ、15年はいいっすか、10年やな。あ、11年ぐらい、11、2年前。
しいよね。わかる。何事も美味しすぎてほっぺた落ちちゃうよね。マジでお腹空いた。まだ晩ご飯食べてないんですよ。そう。そうなんです。作ってない。作ってもない。だってちょっと前に帰ってきたばっかやもん。ほんでやばいやばいっつって台本が覚えられへんっつってやばいっつって言っとってショールームしないかんってなってショールームしてる。なんでマジでまだご飯食べてない。こんな時間ですけど今日は妹子が作ってくれるって15分しかやらんけど大変恐縮ですがちょっともう15分しか自分の言わない。今日朝早かったからもう眠いからさ早く寝ようと思って。そうしかも明日の稽古もまた長いんですよ。長いっていうかその長いっていうかなんというかなんていうんですかねシンプルにやるシーンが多すぎてそれぼちぼち荒通し始まるからなもう全然覚えられてないんでちょっと焦っています。仰天皆さんなんか今回ねびっくりするぐらい結構ありがたいことでもあるんですけど合間にね仕事がねいっぱいあってて私のねこのバカバカチンチンな本当にあの脳みそが30センチはったいかんな30センチはったいかんなちっちゃい脳みそが覚えられませんって言っててマジでなんかなんて言うん、あ自分のセリフのターンやって分かる。何のセリフか出てこんのよ。次私やって思う。出てこんセリフ。マジ今日そればっか。やばいよね。自分のターンだと分かっているのになぜ出てこないんだセリフってさ思っちゃう。ああ私なんですすいませんつって何でしたっけやばいーつってなってる。しかもなんか合間で台本見る余裕があんまりないんですよね。なんかワンシーンとかツーシーン空いてても短いからそのシーンが結局さ移動してたりとかしたりとかなんかやってると絶対もうすぐやねんな。やばいマジでなんかこんなにできんかあれ私こんなできなかったっけなってちょっと自分でもショック。なんか別にさめっちゃ多いわけではないはずなんやけどなんか私はね何より何よりね対話が苦手だわ。やっぱりセリフの対話が覚えられない。人との話し言葉のセリフがすごく覚えられないしなんか言ってることめちゃくちゃ似たり寄ったりすぎるし、そうなんか大体の基本セリフ「てんてんてんうん」とか「てんてんてんあの」「てんてんてんえ」とか「てんてんてん一言」「てんてんてん一言」とかマジで多いんですよ。マジで本当になんかちょっと何が何か分からんくなってくるんですよ自分でやんよって。そう対話がね苦手。対話だと相手のセリフも覚えないと結局自分のセリフ言えないからタイミングがわからないからねやばいんだよね。本番までにどうにかしますけど今現状況はやばいっす。結構なんかセリフもちょっと変わったりミザンスも結構変わったりとかしてるらしくてなんかそうそれをね今日ね映してもらったんですけど変わったとことかも明日ね稽古があるからそれもうちょっと覚え直して頑張ってやっていくよって感じで、マジでねやばいのよね。
ミザンス、なんか動きとかその立ち回りのことかな多分。そうそうそう。やばいよね。あ、覚えられない。目がしばしばする。まあ本番までにどうにかしますけど、もはやもう頑張る以外の選択肢はないんで。なんかこういうのさ、暗記が得意な人になりたかったなって舞台やるつくづく思うんだけど、暗記がさ得意な人羨ましい。暗記っていうかそういう覚えるのが得意な人羨ましいな。なんか一回見たら忘れない人とかいるじゃないですか。そういう能力的なもので、能力的なドラマとかでもよく読んでるやん。なんか本当におるやんそういう人間の人って。あれすごいよね。一回見たものはさ絶対忘れへんとか、一回聞いたものは忘れないとかさ。ね、なんかどういう感じなんだろうねああいうのって。でもさ、なんかさ怖いテレビとかさ怖いアニメとかさ見たりとかするとさ、一生焼きつくってさしんどいね。なんか嫌なこととかもは忘れられないじゃないですか。そういうの嫌だね。でもうちそういう記憶力めっちゃいいのよ。割とその時のさ、なんかあこの時こうでしたよねとか意外にね覚えてたりする。うん。よし、じゃあちょっとランキングを読みたいと思います。ね、まあでもさ職業的こういうさ覚えないといけないさ職業とかしてなくてさ、まあ基本ベースの覚えるとかだったらさ、まあ嫌なことは忘れられる方がいいよね。例えば社会とかで生きていくんだったらさ絶対さ嫌なことの方が多そうな気がするから、だったらなんか嫌なこと忘れられる方がいいよね。覚えるのが遅かったとしてもね、そうだよね。13位マックスエイトさん、12位トシさん、11位ワイズさん、10位トキトピさん、9位ワッフルさん、8位キリアさん、7位キヒコさん、6位タカさん、5位ナッティさん、4位オカヤンさん、3位ハギハギさん、2位チカイシーさん、そして今日の第1位はあゆさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。ぜひね絶賛今
あのチケット発売中なのでよかったら遊びに来てください。お待ちしております。はい、というわけで私はご飯を食べてセリフも覚えて今日は早く寝たいと思います。朝早かったんでね、睡眠学習も大切なんでいっぱい寝ます。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いし、あ、明日の配信ね、明日帰ってくるの遅いのよ多分。明日ね、多分この時間にねワンちゃん帰ってるか帰ってないかなんですよ、スケジュール的に。だからなんかできるんだったらね、そうね、行く前にできたらいいね、昼前とかかな、10、10、11時過ぎとかかなの方がいいかな。じゃないと次の日のねまた復習と予習もあるからって考えたら、行く前に15分だけパパッとできたらいいなっていうふうには思ってますので、まあ見れるタイミングだったら遊びに来てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。またねー、バイバーイ。